サポート本プレゼンツ、宮城拓馬の火曜ださあ、今日も始まりました。えー、布団巻きの前兆がありましてね、唇が死に乾いてるんですよ。<laughs> <laughs> 布団巻きって英語でなんて言うんですかあ、英語じゃねえや。日本語で。それがね、俺全然見当たらなくてね、多分方言なんだろうけど、 その、日本、検索したんですよ。なんだけど、出てこないんですよね。あのー、もう唇が、今、上唇が、そう、ピリピリしてて、もう、あのー、布団巻きなんですよ。<laughs> <laughs> なんていうのかわからんだこれ。日本語でなんて言うんですかね。ほら、あの、ま、あまだ、 相当荒れたわけではないんですけど、これひどくなったらね、これ切れたりとかするじゃない。うん。今その、ちょっと手前ぐらいですかね。うん。でも治し方も知らんしね。これどんなや治るのかね。うん。何が原因でかかるかのかもわからんけど。そもそも病気かどうかも知らんけどね。うん。病気ではないと思うんだけど。あ、あれかなあの、赤切れとかあるじゃない。 あのー、なんだ。冬、雪降ってさ。うん。あんな現象と一緒なのかなどうなんだろうか。ああ。あれが、あれの、唇版ですよ。唇版っていうの闇。<laughs> アクリル版みたいな感じで言わんけ。<laughs> <laughs> さあ、今日のテーマ。今日のテーマは新年度。ああ、もう今週、えそうよね。今週土曜日今週土曜日からもう新年度。 4月の1日に入りますからね。いやー、早いですね、新年度ですか。あいろいろね、体制が、まあ会社の体制が変わったり、まあ例えば、学年で言えば新しい学年になったりとかね、えー、するかと思いますけれども、えー、何か思いの、うん、何か思い当たる節があれば、 ぜひメッセージもいただければなと思います。えー、メールの後先行きましょうか。うん 868アットマーク f m u r ド m a c o m 868アットマーク fm-uruma.com ファクシミリの方098-965-4868 965-4868番懸命に火曜だと入れて今日のテーマは新年度ということで1時間生放送で私宮城拓馬がお届けしていきたいと思いますうんいやもう本当 新年度になるたんびに思うんですけれども、うん、まあ,あななんていうのすがすがしい気持ちと、うん、どんよりした気持ちともうごっちゃ混ぜになるね <laughs> 本当にあいやそれをはいまた皆さんも、うん、リスナーの皆さんもあるのかなということで今日はテーマを新年度にしておりますので。 よろししくお願いいたしますねそれでは参りましょうか、うん、この番組は生地が美味しい北海道のドーナツ小樽運河ドーナツアルミアマドサッシのことなら田崎アルミオードブル重箱のことならおかずの店カネクあなたの町のリフォーム屋さんサポートホームの提供でお送りいたします。 3月の28日火曜日、えー、時計の針は6時7分を迎えるところでございます。いや年度末、もう3月も今週の、えー、火曜、3月の火曜日は今日で終わりだよね。来週から、えー、4月の4日ですね。4月の4日はもう もう来週に当たるんだね。あー、早いですね、ほんと。うーん。さあ、えー、LINELIVE の方で、えー、リスナーさん、来ております。えー、シプリームさん、たくまくん、皆さん、こんばんは。1時間の時差の、時差がある中国から火曜だです。火曜だなうです。そして今は帰国のため、空港に向かってます。ということで。あ、じゃあ今日戻るのかなあ、中国、あ、そうか。中国時差あったな。 えっと場所によってあれだけど韓国も1時間だったかな確かうんえそうなんですよあの時差まあ1時間ぐらいだったら時差ボケはそんなにないんじゃないかなと思うんですけれどもね俺留学に行った時にえ時差が13時間。 うんえー、サマータイムの時は14時間あ十12時間か逆かうんだから真逆になるんですよでそれで時差をどうやってなくそうか、まあ、行く前にねでいろいろ調べたらえー、っと朝食になんか夕食ほどの ボリュームを食べたりとかするとあのいいらしいよっていうことを聞いて例えばなんですけどあの夕食にステーキ食べるじゃないそれを朝食に食べるとかもうがっつり、まあ、例えばなんだけどもう本当に沖縄そば定食を朝から食べるとかの方がなんかいいらしいですよみたいなことを聞いたんですよ。 これで直行便がないんでバンクーバー、まあ、かカナダに行ったんでね沖縄からの直行便はないので一回成田に行って成田からバンクーバー空港へっていう経路だったんですよ。これで成田空港に行ってで、まあ、ステーキとかうんぬんがのはなかったんだけどとりあえずその本当朝早かったので。 8時発とかだったと思うんですよ。8時とか9時だったんじゃないかな。とりあえずガッツリ食おうって思って、で、食って飛行機乗って、で、そしたら、もう完全に、えっ、ー、と、着いた時も朝なのよ。お腹すくじゃないははははは。<laughs> 結局向こうでもガッツリ食ってしまってもう何がなんだかわからなくなるんだよね。 で、基本的にね、俺、朝、何でも食べれる人なのよ。正直、ステーキでも何でも食えるのよ。ははははは。朝は、朝は重いものは食えないっていう、うん、人もいるんだろうけど、俺は全然、もう全然、関係ない。うん。カレーだろうか、ステーキだろうか、ああそれこそ、ヒージャージルだろうか、何だろうか、朝でも夜でも関係ないんですよ。食べれるのよ。うん。だから、俺ひ、ひどくてね。 あのー、時差ボケが1週間10日ぐらい響いたかなうんもうだからもう夜中中起きてるっていうまあ体はそういう風に判断してるんだけど実際太陽を浴びてるのは違うじゃない昼間というか向こうの時間帯だからなんかならか感覚がおかしくなるんだよねで夜は全然眠れないしさうん だからあのー、夜は昼寝してるような感覚にしようと思ってで、俺それ気,気づいたことがあってね例えば昼寝ってがっつり寝ないじゃない,いやじゃあ、あのー、お昼ご飯食べて1時ぐらいにうんでその後ちょっと眠いから昼寝しようって言ってどんだん寝てもさ 4時とか5時には起きるじゃない、うん、だから、そっから8時間なんてまず眠らないでしょで、それ、それって多分、意識の問題だと。いうことで、バンクーバーで全く寝れない時に、昼寝の感覚で寝ようって、もう部屋めっちゃ明るくして、それで、眠ったら意外にスンって起き、起きれるようになって、 でそれもその前まではもう起きるのが辛いのよ。うん。夜中に起こされた感覚になってる感じだから。で、それでね、あの思ったんだけど、例えば夜遅くまでまあ仕事したしてたりな、なんだか眠れないとかっていう時にあのでも明日朝早いと、5時には起きないといけないと、もう時計の針は2時回ってるぞという時ってあるじゃない。でその時 普通にですよ、日本にいてても向こうにいてても関係ないんですけどあの昼寝しようって昼寝のあの感覚頭の中でイメージしながら寝ると起きれるんですよでそれを海外で学んでねうんでいろんな人にこれ言ってるんだけど誰も理解してくれない <laughs> 誰も理解してくれないもう明日朝早いのにもう っていう、あの、夜中の焦り。うん、昼寝しようっていう感覚で、まずんー、寝てみてください。がっつり寝ようと思ったら、起きるのが辛くなるんですよ。じゃなくって、昼寝しようっていう、あの、あの感覚。もう感覚だから説明できないけどね。うん。2時間ぐらいちょっと、昼寝しようかな、みたいな、あの感覚あるじゃない。あれでやると、意外に起きれるんですよね。ああ。試してみてください、マジで。これ。俺、今でもたまにやりますよ。うん。 あも,もちろんあれですよ。部屋は電気つけるんですよ。もう、こうこうと。寝 <laughs>、ね、過ごしたら嫌だから。ああ。ああいう、ああいうのもね。うん。まあ、タイミングなんだろうけど。おいでさ、もう、12時間とか離れてるから、飛行機も12時間とか移動なんですよ。であの時は LCC っていうものがなかったんで、通常のあで。 まあ、通常の飛行機というか、うん、その座席もきつきつっていうわけではなく普通の座席ぐらい少しスペースあるかなってまあそれでもきつかったねあれねずっと座りっぱなしうんで機内食も一応ではするんですよでさっき言ったようにあの夕食から出るのよ朝一番飛んでだからそれ本当なのかなって思ったんだけどね あえ何でも食べれるでしょだから俺。<laughs> 関係ないよね。ああ。いやうん。ええー、と、とっとっと、うん。ああ。さっきのね、ああ、えー、っとシュプリームさん今あ、今日帰国するっていうことで。うん。あのー、今は、 話題になってるでしょテルミクラブが、うん、あれ手術かないだろうね。え損害額が151億円以上その中の一般客へのなんか損害自体がいや100億円近くってもう無理でしょうねあ。保険かけて戻ってくるの1割満たないみたいな感じで言ってたから。 だって、1割、まあうん。まあ一割だ、戻ってきたとしても、1億5000万しか戻ってこないわけでしょそれをどうするのかだよね。全員に売り分けるのか、もう、高い人から振り分けるのか、その辺は分からないけど、いやまさか旅行会社がこういうふうな形になるとはね。あだって頼らずを得ないじゃない。 ん、まあ、な,なんていうのもうチケットも同時に宿泊先もっていうのが売りであってうんだからあんまりいないと思うのは海外旅行で全部全部自分で手配するっていう人ってまあ LCC 使ってとかっていうんだったらあるかもしれないけどそれよりかはもう旅行代理店に任せて保険も込みであの海外保険ね もう込みで、で、いくらですって、ま、あ手数料を取られるけども、あの、いっぺんにできるからいいかの感覚じゃないですか。だから、あれ、どうなっていくんだろうね。ああ。俺、一番最初に見たときに、ネットのニュースだったんだけど、なんか、スペースの開け方がおかしくてね、あの、テルミクラブって書いてあったんですよ。<laughs> 何がそれと思ったんだけど。 お前、食い入り方これ、いや、人と用じゃないんだから、てるみくって何、何、何、あのー、インターネット上のアイドル、みくの新しいバージョンかなと思って、それが好きなのかなとかって思うじゃないはははははは。てるみくラブ。ははははは。ほんとに。まあー、いやー、あれもね、うん。ちょっとー、 旅行会社そのもの自体、ちょっと国が動かないといけないかもしれないね。うん。いや、あのー、嘘。えっ、ー、と、2年前、3年前だったか。うん。アベノミクスを発信してね。で、一応打撃を受けてるのは、要は、えー、旅行会社も一応、ちょっと、まあ、以前よりは、その、打撃を受けてるような感じになっていって、で、いろんな、 企画でそれぞれで会社でやっていってるからね。ああ。だから分野によってほら、えっと、え、円安ドル高とか、円、あの、円高ドル安だとか、その影響で儲かる分野と、うん。まあ、うするって言ったらおかしいけど、うん、収入が減る分野とってあるじゃない。あれに関わってるんだよね。うん。だから、うん、今回のは多分ちょっと国動かないと、 あれ、今後同じようなことも出てきそうな感じするけどね。ああ旅行会社だけじゃなくて、貿易関係も含めてなんだけどね。うん。いやー。えー、シプリームさん。年度末。えー、この年度末に海外出張なんていい加減にしてほしい。<laughs> ってことで、えパケシにそうなのでリスラジで聞きますということで。あー、なるほど。そっかそっか。 うん、年度末にも調整しないといけないっていうのもあるだろうからね仕事はねああだから結局ほら年度末での計上するところもいっぱいあるわけでしょねもちろん年末の計上と年度末の計上といろいろねうんあるはずなんだけどだからその分で、うん、そうだよね年,年末年度末に うんで、うん、年始から新しい企画しますっつったら年度末バタバタじゃないはははははあーいやーあーテルミクラブのくだりだねテルミクラブのくだりじゃないな一括入金キャンペーンとかお金を集めるだけ集めようと思ってってあ集めようって魂胆が許せんわっていうことで誰れも味方なんだろうとは思うんだけど まあ記者会見の方ではね、まあ、もちろんあの騙すつもりでそういう集金してたわけじゃないっていうような感じであでも一応その辺はあの理解はできるんだけどねえいつからこれ採算取れんだろうって思ってたのっていうのをちょっと聞いてみたい本音をあれ多分昨日今日じゃないと思うんですよだって151億円ですようん あ、これ、もう、再三取れんくなるな、このままじゃって思ったのは、俺、多分ですけど、あの、数年前からあったんじゃないのって思っているんですよ。で、いろいろ、これ、企画的に、まあ、なんていうの、安いから、あの、こういう企画を出したって、うん赤、赤字に近いような形の企画って、しる、素人が見ても大体わかるじゃない例えば、 韓国旅行、7泊8日、10万円とかなったら、絶対赤字だよね。七 <laughs> 7、7泊8日、ホテル込みの10万円って言ったら、あの飛行機も、込みの10万円って言ったら、うん、まあ10万円あるかな。まあ例えばそれが4万円とかだったら、もう絶対赤字でしょ。うーん。だからうこう、こういうのもね、 客ありきじゃないとね、書いてあるけどね、お客さんのこと考えてないっていうふうに。客ありきじゃないとね。だから、その分で儲けを出すっていう。まあ、経営のセンスだろうね、この辺は。うん客。顧客満足度も高い。で、ちゃんと売上も出て利益ができる。うん。で、ちゃんとそれを計上できて黒字化する。っていうのは、 センスなんだろうなぁとは思うんだけどねうーんもただ俺がびっくりしたのはあれだったな,なんかオーストラリアで結婚した人が去年結婚した人が去年だったかなまあうんあの式挙げてなくてオーストラリアで式を挙げるっつってで40万ぐらいかな30何万ぐらいでクレジットで一回。 決済するって言ってカードであの支払ったらしいんですよ。でそしたら決済が下りなかったらしくってでそれで、あのー、もうホテルも飛行機も予約してるからその現金でもうあの決済下りないからカードが使えないから現金でお支払いくださいって言って現金をわざわざその代理店の方に持って行ってでいざ オーストラリアにっていう人がいたらしくってでその人がだからその被害にあってしまってで見たら飛行機も取れてないホテルはキャンセルされてるみたいなそれで <laughs> 30何万返ってこないっていうようなことなんでしょうだからあれいやーでだってクレジットカードなんてさこっちから,こっちからあのクレジットカードじゃあこれで決済お願いしますって言ってやって で、一度は、あのー、わかりましたって言って、で、それで、決済が降りなかったですって、後から電話あったら、もう、持ち主の、持ち主が原因ってほぼ思うじゃない。だって、クレジットカードは自分の名義だし、で、その、買い物するために現金ではなくって、クレジットでっていう人って、今はもう世の中たくさんいるわけだから、で、それを、やったら、 クレジットが通らなかったあれ別に滞納したことないんだけどなって思ったとしても通らんかったら所有者のなんか所有者の責任ってあれだけど所有者が原因って思うよね普通ねああいやあれももうあ,あれだったらしいですよもうあの結婚記念日に合わせてその式を挙げるって言ってそう2人分 だから嫁さんとだろうね、うん、いわば新婚旅行みたいな感じなのかなああいやもうちょっとど,どうにかしてほしいですけどねああああれうんちょっと被害が大きすぎるのかなっていう、うん、こともあるからねあ,ああいうようなところの部分ってどうなんだろうね保険もそうなんだろうけど うん、国が動いてくれないのかなどうなんだろうかあーいやーどうにかしてほしいですけどねさあ1曲いきましょうかうん別にこの話のくだりがあってからこの曲じゃないですからね、えー、D51 のナンバーから No MoreCray どうぞ。 さあ、えー、オタル運河ドーナツから、はい、お知らせいきましょうか、うん。えー、オタル運河ドーナツからのお知らせです。移動販売の繁忙期により営業をお休みしていたおタル運河ドーナツ沖縄石川店ですが、皆様のご,ご期待にお応えして、4月の8日土曜日から営業を再開することが決定いたしました。やりました。 やったーえー、っと、営業再開を記念いたしまして、4月の8日土曜日から12日水曜日まで、全品130円のお得なセールを開催いたします。この機会にぜひ、おタルンガドーナツ沖縄石川店へ足をお運びください。なお、移動販売も並行して続けてまいりますので、お近くにいて販売をする際は、ぜひお立ち寄りください。えー、さらに、市民やお祝いなど、 え、注文もお受けいたしております。30個以上のご注文は、前日までにお電話にてご予約を受けたもあっております。えー、ご注文、お問い合わせは、098-880-7242、098-880-7242番まで、営業時間は朝10時、10時から夕方5時までとなっております。皆様のご来店心よりお待ちしております。ということで、えー、おたるうがドーナツから、 嬉ししいいお知らせ届きままたねありがとうございます、えー、その移動販売、移動販売は今回は3月の29日水曜日から明日からですね、えー、4月の5日水曜日までは金秀糸満店にて移動販売を行っておりますので、えー、ぜひお近くの方お立ち寄り、はいえー、ご賞味あれというところですね小樽運河ドーナツからのお知らせでした。 えー、それから、おかずの店カネクからのお水、えー、お知らせ。シーミーの重箱オードブルのご注文はお済みでしょうかおかずの店カネクでは多少に関わらずご注文を受けたまわっております。お問い合わせは098-965-0708965-0708番まで沖縄の味を真心を込めてお作りいたします。おかずの店カネクからのお知らせでした。さあ、サポートホームから。 ただいま、うるま市赤道のサポートホーム、うるまテント、スマイルペイントショールームでは、ご来店のお客様へ T ポイントを50ポイントプレゼントしております。また、リフォームや外壁塗装、修繕工事などをご制約いただくと、工事費分の T ポイントをお付けいたします。詳しくは、サポートホームまでお気軽にお問い合わせください。えー、詳しいお問い合わせは、フリーダイヤル、0120-340-181 0120340181番サポートホームのブログ、ブログ、スマイルペイントのホームページもぜひご覧くださいサポートホームからのお知らせでしたさあ戻ってまいりましょうかねうんえー、小樽運河ドーナツさんほんとよかったですえー、約2ヶ月間ぐらいですかねえーえー、休業してで、それから えー、移動販売を、はい、重ねてようやく4月新年度いいですね今日のテーマに合わせたんですか <laughs> 今日のテーマに合わすんだったら来週来週言えよって感じで来週来週テーマを新年度に知れよって感じで <laughs> <laughs>、えー、4月の8日の土曜日からはい、えー、店舗での営業も再稼働するということですので ぜひ、お近くの方、お寄りください。うん。で、えっ、ー、と、キャンペーンも行ってるいるようですので、全部130円と、うん、いうことで、はい。僕も来週ちょっと行こう。<laughs> あ、来週来週、来週は4日か。あ、4日はまだ営業してないわけだな。うん、じゃあ、再来週だな。うん、再来週と、とりあえず営業したら行きましょう。うーん、いやー。 ですね新年度だから新しくねこの新年度になって、えー、再開するというのも嬉しいことですね、えー、シュプリームさんから「おたらうんドーナツの、えー、店頭販売再開おめでとうしく」っていうことで「うん、おあきちゃんさん、えー、再開されたんや」って書いてありますね4月の8日から再開です営業再開ということで、えー ぜひよろしくお願いいたします。さあ、新年度。まあ、新年度だからっていうことではないんだろうけど、もう一番最初に言ったの、布団巻き。<laughs> ちょっとね、ピリピリ感が、うん。昨日よりもちょっとひどくてね、うん。下唇はまだ大丈夫なんですよ。この上、上唇の、なんて言うんだろう。 唇とこの皮膚の境目あたりあの描画で言うと線で唇描くじゃないあのあたり <laughs> <laughs>、うん、あのあたりぐらいがもうあの死に乾いてるんですよいやしょっちゅうでもこれあの聞いたのあんまり舐めたらダメらしいね なんですけど、カピッカピに乾くんですよ。<laughs> だからね、どうしようもないうーん。で、リップなんて持ってないし。うーんで、リップ買うでしょあれ、あのー、半分ぐらいのやつないかね、全部使い切ったこと1回もない。消しゴムと一緒。消しゴムって全部使い切ったことある <laughs> <laughs> ないよね、ライ、俺、ライターはあるのよ、タバコ吸うからね、ライターはガス切れまで全部使ったことっていうのはあるんだけど、消しゴムとリップはない、<laughs> <laughs> ああリップなんて俺、いつ買ったかないや、でも、手元にないんだけどね、実際にもう、あのお家にもないんだけど、買ったのいつだろうね、相当、もう10年以上は買ってないですよ。 うん、あの面通るタイプのこのうお尻のところをくるくる回したらリップが上にキュッキュッキュッって出てくるやつタイプがあるじゃない、うん、一回分かったことあるんですけど使い切ったことはないねあれもうちょっと量少なくていいからさうんあのコストダウンできないか,ね <laughs> だからねなら な、なんていう季節的なものじゃないこれって。一時的なものだから。そう。買おうかなって思うんだけど、この、どうせ使い切れないしなと思ったら、そんなにまあ高く、高いわけでもないんだけど、多分2、300円だろうね、おそらく。うん、値段ちょっとわかんないんだけど、まあ買おうと思ったら別に普通にすぐ買えるんだけど、使い切らないからなって考えたら手が出ないのよ。 <laughs> なんかそういうのってあるじゃないうん。だからなんか例えばさ湿布とかああいったもので例えば腰痛めた背中痛めたっていうんだったらその12枚入りの湿布まあ多分全部は使わないだろうけどリップよりは使う頻度は高いじゃない。<laughs> って思ううから買うのよなんだけどリップはねこれは男だからなのかな男でリップ持ってるっていうのは俺周りであんまり意味ないな女の子はなんか持ってるでしょなんか今あれらしいねあの口紅そのもの自体があの保湿効果もあるようなものがあって、うん、でその口紅も何ていうのそんなに濃くないやつでそう。 あの化粧直しのついでにそのなんていうの唇をカバーするっていうのもあるんでしょう男はないからねだからあの緑のあの面相で商品名忘れたけどあれ塗ってる人見たら布団巻きなんだなって思う <laughs> そう毎回思うんですよねあれなんだけど俺も 何年ぶりだろう布団巻きになったやつ、なったのって。うーん。まあ多分この時期か、12月とかあの辺の時期かな。要は寒くなる時期。沖縄がね。うん。えー、龍神正也さん来ていただいてます。たくまさん皆さんこんばんは。仕事終わってダッシュで電車に乗り込み聞いてます。ということでありがとうございます。えー、電車の さあ、俺、この間大阪行ったんですけど、移動するのに、まあ、例えば、二駅、三駅ぐらいだとしても、一回で200、まあ、地下鉄でね、240円とか、250円だったかな、とかぐらいの値段だから、まあ、そんなに高くないじゃないで、いや、そんなに高くないじゃないっていうのは、 1> 俺1回とかまあ多くても34回ぐらいしか払わないからそう高く感じないんですよねでもあれようよう考えたらさ1回のその1回乗るのに230円を1日2回往復でねでそれを仕事でっていうんだったら20日とか二十何日とかって乗るんでしょ ほんなら、電車乗りながら、え、一人頭これ、月いくらぐらい、その電車賃って払ってるんだろうって思ったらね、あれどう、どうなんだろうね、県外のリスナーさん。どれぐらい、その電車賃って月使ってます俺、この感覚はわからないんですよ。まあ、例えば250円だったとして、往復が250円ね。 で、20日で5000円じゃないですか。で、じゃあ平均で1人月5000円移動費で、あの、まあ、例えば JR が、その、売り上げが上がってます。え、待って、利用者って何十万人いるやんと思って。え、売り上げしたらこれ月、 6000万から1億ぐらい稼いでんのと思ったらさ <laughs> あ、あ鉄道会社って結構これ、まあ維持費も大変なんだろうけど、売り上げとんでもないんだなと思ってね、うん、だからそ、そういうことを考えながら、電車乗ってるの、は多分あの列車の中で俺一人だったんだろうなって思いながら、天王寺駅で降りましたけどね。<laughs> <laughs> うん、で俺なんかはさ車でガソリンってどれぐらいだろうな1人平均平均だとガソリン大体1万から1万5,000ぐらいかな平均ですよそれ以下の人もいるし、えー、それ以上の人もねいるしっていう感,感覚でまあ沖縄で車なんて。 一家に一台どころじゃないですからねあん一人一台まあ月1万円使ったとしてうんまあどれぐらいいるんだ80万人ぐらいいるのかなうんそしたら80万かけるの1万円もういくらか分からん <laughs> もうえー、いくらだ8,000万 んもっと8億わからん。80万だから80万にゼロ4つつけたらいくらになるんだえ,ー、え80億になるな。あそんななるんだ。沖縄県民だけでガソリン80億使ってんの。はあ。わかんがってすごいね。それをだから移動費として使ってるわけだからそれがだから鉄道会社って に頼ってるその電車通勤通学含めるとねすごいんだろうなみたいなえその下りで龍神正也さん「自分の電車賃は3ヶ月の定期で10万ぐらいですよ」「括弧笑い全部会社持ちです」あそうなんだああなるほどねあ会社がそういうのを一応負担してくれているんだね3ヶ月の定期でだから年間4回更新するんかああ まあそりゃそうだわなで折半というところもあるのかなだか半分半分5万は自分で自腹5万は会社持ちみたいな感じであるんだろうか、うん、さあ一曲お届けいたしましょうアクアタイムズのナンバーから「決意の朝に」どうぞ。 さあエンンディングでございます、うん、あーなんか今日あの「LINELIVE!」の通信がちょっと悪いようなのでね、うん、あれだったんですがまあちょっと来週見てあまああの立ち上げのまだ1年ぐらいでしょ多分立ち上げたばっかりだからねうん。 不安定になることも多々あるのかなって。まあ、えー、逆に、この、なんていうの、うん、利用者が多い、多くなってきてるからさ、サーバーに負担がかかってるんじゃないかなって。特にし、えー、月末なんていうのは、もうさっき CM 中にも、うん、ディレクターと話してたんだけど、お虹が余ってるじゃん動画見ようとかねそ、そういう意味で LINE ライブ番内見てる人って、いるのかなって、それだったらサーバーに負担かかってるよなみたいな、うん、感じで。 うん、あるのかなとまず、あ、月末はねしゃあないねさあえー、来週のテーマ、えー、4月の4日のテーマですねうん、えー、4月の4日のテーマは「すっきりおわすっきりしない」ということでどちらでもいいですので「すっきりしたことすっきりしないこと」うんもやもや感が残るとかね「うん、すっきりおわすっきりしない」でテーマを設けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします この番組は生地が美味しい北海道のドーナツ小樽運河ドーナツアルミアマドサッシのことなら田崎アルミオードブル重箱のことならお,店、えー、おかずのお店カネクあなたの町のリフォーム屋さんサポートホームの提供でお送りいたしましたそれではまた4月の4日にお耳にかかりましょうお相手は宮城拓真でしたじゃあねバイバイ